3、2、1、0。2月22日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きだから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が、皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーす。2月の22日、今日は猫の日だそうです。猫といえばそっくりさん、それはまねっこ。ペンペン草も生えてない、それは猫そぎ。わかった。ネッシーの住んでるところ、そこはネスコ。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え即用のご注文が増えてます。法事ギフトはお任せください。今日はローストビーフに青み山椒をつけて食べてみました。ローストビーフに青み山椒をつけると強烈に濃く旨味が吹き出してきます。この強烈に濃い旨味を体感してしまうと、もうローストビーフ単体では食べられません。引き返せなくなる味です。まっちゃん、嬉しいことがあったから飲むって、あんた毎日飲んでるやん。